女神様だって飽きてくる。うわー、失敗だー。また女神像の元に戻ってきちゃった。おかえりなさい。また失敗しちゃったのね。もう一度挑戦しましょう。ただ目覚めるだけってちょっとつまんないな。なんか面白いスタート方法はないの？じゃあ次は異世界で目覚めるってのはどうかしら。完全に別のストーリーじゃん。氷魔法は強すぎるよ。わあ氷魔法の連射超強い。せっかく氷魔法を覚えたんならもっと有意義なことに使ってよ。魔法って魔物を倒すためだけのものじゃないの？違うわよ。ちゃんと冷えてる？夏はやっぱりよく冷えたスイカよね。うまうま。ほんの気持ちです。ソウルドールタニアはリボンが大好き。何？侵入者ね。あなたを倒してその体を奪うわ。ささやかなものですが、よかったらどうぞ。あら、そんなご丁寧に。圏外。これは。見たわね。この人形たち、全部あなたが壊したの？違うわよ。この部屋の Wi-Fi が弱くて、入った人形が動けなくなっちゃったの。ここ Wi-Fi あるの？麻雀。ソウルドールモニカはゲーム大好き。ゲームしようよ。負けた人はソウルエッセンスを差し出すのよ。いいよ。何のゲームする？これやろ。麻雀。でも僕たち3人しかいないよ。大丈夫、私が何とかしよう。麻雀やりません？そんなのあり？火の使い方。ずっと冒険してたら腹ペコだよ。なぜさっきの商店街でご飯を食べなかった？さっきはまだお腹減ってなかったんだもん。しょうがないな。もしものためのカップ麺があるぞ。やったー。って、お湯がないんだけど。そうだな、とんだ誤算だ。そこ何やってるの？ちょっとお湯を沸かそうと。愛のチョコレート。黒猫ちゃん、ハッピーバレンタイン。お世話になってます。猫はチョコレート食べられないよ。タニアちゃん、ハッピーバレンタイン。なぜ外の人間が私にチョコレートを？人々はバレンタインデーに好きな人にチョコレートを送って愛の気持ちを伝えます。のび太ちゃんが私に？どうしよう、どう答えたらいいの？これは？これならどう？ねえねえ。あ、いや、それならもらってやっても。のび太ちゃん、罪深き女。エイプリルフール。今日はエイプリルフール。何を言っても嘘です。信じないでね。もう古城の探索はやめる。家に引きこもってゲームがしたい。お菓子いっぱい食べたい。正直に本音を言ってるだけじゃないか。そんなことより早くクエストをクリアすれば。まだまだ。黒猫ちゃんが大好き。今日はエイプリルフールだし、ちょっとだけ嘘をつくとしよう。
のべたもなかなかいいやつだ。